皆さんこんにちは、シオドビはじめです。今回は鶴見線の2番系がついに引退する件について紹介しましょう。鶴見線の電車はそろそろ登場してから40年に経とうとしているため、やはり置き換えられる可能性っていうのは十分にありました。ですがこれなんとついに現実のものになりそうです。今回はこのことについて皆さんにお話をしていきましょう。なんと JR 東日本が公式でポスターとして2番号系1100番台が引退することを堂々と発表しました。ちなみに代替車両については書いてませんでしたが、一応代替の新しい車両が入るってことは分かりました。ちなみに代替車って書いてあるだけでどういう形式が来るかは知りません。残念ながら具体的に〇〇系で交換されるとかそういうことは分かりませんが、その一方で2番号系1100番台通備線仕様は引退することが JR 公式ポスターで貼られているってことは早々消えちゃうですよね。近い将来おそらくですが鶴見線の新車の情報等が入ってくるでしょう。もちろんこのことが分かった際にはまた改めてこのチャンネルを紹介しますが、今現在は残念ながらどういう電車が来るかは分かりません。ですがその一方で候補についてはいくつかあるんで、このことについて紹介しましょう。個人的な話になりますが、どういう電車が来るのかの予想についてはいくつかあります。 E233 系、 E235 系、 E131 系等が私の予想ではあり得ると思ってますね。まずは E233 系から紹介しましょう。 E233 系は3両編成化がほのめかされていました。一応一部の鉄道関連のニュースではちゃんと3両編成から6両編成の大編成化をするとかそういう風なことが検討されていると書いていて、もしもこれが本当だった場合は鶴見線向きに3両編成の改造もあります。ただこの E233 系の垂れ車っていうのが実は問題で、 E233 系1000番台は少なくとも2024年度以降じゃないと飽きません。今のところ2024年度以降に横浜線や京浜東北線に E235 系を導入し、その際に余った E233 系がここら辺に来るというケースが、やはり改造期間を含めると今から4、5年後です。実はこのポスターが掲載されたのは2020年後半って感じで、さすがに4、5年先の話をなんかわざわざポスターにするのかって言われたらちょっと怪しいですよね。3両編成とは書いていますが、とはいえ3両編成自体は中央本線や高崎地区の一部列車とかそこら辺でも使われてますしね。そのことを考えて3両編成をそっちに導入するという案もあります。たまたま両数がそこと一致しただけで、鶴見線の導入っていうのは 100% 正しいとか 100% 起きるっていう断言は残念ながらできません。続いては E131 系の可能性を紹介しましょう。一応これがなんか視聴者的にも結構しっくりくるって方が多いそうです。結構私のチャンネルでも鶴見線に E131 系が来るんじゃないかっていう噂が流れています。残念ながら私自体はそういう証拠を持ってなかったりするんで微妙な感じですが、その一方で新車を導入できるのかっていうちょっと懸念もあります。やっぱり鶴見線ってこれまでは中古車を中心に導入されていましたが、急に新車を導入するって可能性はあるのでしょうか。もちろんないとは断言できませんが、これまでも旧型国電が最後ら辺まで走っていたり、101系が普通に走っていたり、103系が2000年半ば頃まで走っていたりと、結構やっぱり古い電車がいっぱい走ってましたね。今現在の2番号系も徐々に消えていく運命ですが、やっぱりこの路線ってどうしても古い電車ばっかり集まります。だからこそ急に新車を導入するっていうのはちょっと不思議に思いますね。まあもちろん JR 本体側は結構まだコロナウイルスとはいえお金はあるんで、もちろん新車を導入することは可能でしょうが、とはいえ今現在結構例えば E235 系の横須賀線仕様とかそういうものを作る中、また新しく新車を作るっていうのはどうでしょうかね。一応日光線やあとは宇都宮線の北部に導入が決まっている E131 系ですが、さらにそれに加えてこの鶴見線に導入していくのかも気になります。そしてもう一個個人的に懸念点と思うのは、やっぱり E131 系の構造の問題でしょうか。 E131 系ってもともとはボックスシートを搭載して E235 系ほどは需要がそこまでない路線に導入していくことを検討しています。例えばですが、今回新しく導入することが決まった日光線や宇都宮線黒磯方面については確かに利用者は多くありません。まあとはいえ結構混んでる時間帯もありますけどね。ただしこれについては一応4両編成から6両編成に日光線増結できるんで、この設備を活かせば一応両数は長くすることによりボックスシートの導入による乗車率の低下を増結によってカバーできます。消費電力についても当然ですが直流モーターから交流モーターかつ最新技術ってこともあり、消費電力は大幅に下がるんで、実は6両編成で消費電力が増えんじゃないかって思うかもしれませんが案外と変わりません。だから割と躊躇なく増結もその気になればできますね。宇都宮線も同様に朝の時間帯は8両編成がごく少数ある以外は4両編成を運行されてるんで、混んでる時間帯は4両編成やめて6両編成するとかそういうことをすればある程度は混雑が変わります。
最近導入された房総半島についても同様に混んでいる時間帯は増結することによって頼ります。まあ、とはいえ房総半島についてはもともと結構ガラガラだったんで、一部の時そもそもガラガラすぎる電車を解消するために実施した感じもしますけれどもね。ただその一方で通備線って結構通勤ラッシュはバカになりません。結構混むんですよ、そこ。特に工業地帯ということもあってラッシュの時間帯はめちゃめちゃ混みます。まあもちろん工場が全然休んでる時とかはガラガラですけれどもね。まあとはいえ混む時は電車の本数が3分に1本になるぐらい混むんで、まあ結果的に正直言っちゃうとボックスシートを導入するのは厳しいですよね。だからこそいい1対1系のコンセプト、ボックスシートを導入するっていうことに反しちゃうんで、いい1対1系の導入ハードルは高いんじゃないかっていう風に思います。もちろん JR の気が変われば別ですが、とはいえやっぱり今現在のいい1対1系のコンセプトはボックスシートでそこまで混んでない路線とかを中心に導入するという感じですからね。やっぱり通備制に導入しようと思ったら混んじゃいますから、想定がちょっと厳しいと思いました。そして最後の候補、E235系ですね。E235系については物理的な話ですが、クモ波さえできれば正直言って運行可能です。一応クモ波がつけば 2MHT で運行できますからね。 MT 比的には十分でしょう。一応 E235系は 1M 単位で蘇生できるんで、その気になれば 1MDT も可能ですが、やっぱり朝の時間帯電車の本数多いですからね。さすがに 1MDT はちょっと厳しいでしょうね。さすがに E235系のスペックじゃ 1MDT だと加速力が結構悪くなるんで本数を増やすことができません。他にも結構モーターの負荷が半端ないんで、多分 2MHT あたりが妥当でしょうか。まあ一応そんなことを考えると、クモ波ができれば一応ちゃんと通備線で運行は可能です。ですがその一方で新車を導入するメリットがあまりないっていう問題もあります。通備線って実際3両編成ですからね。極端な話、 E231系とか209系だってもワンマン運転をすることは容易にできます。 JR はワンマン運転大好きって感じでどんどんワンマン運転を広げていく意向ですが、その一方で E235系のワンマン運転対応機能っていうのは特に8両編成以上の電車で威力を発揮します。一応 E531系についているああいうカメラ方式のワンマンだと、もちろん混雑にもよりますが最長7両編成まで対応するそうです。ですが3両編成の通備線ってそもそもの話、ワンマンカメラすらいりません。従来の115系さえ確か3両編成でワンマン運転してた記憶あります。だから特別なんか通備線に超オーバースペックな E235系という電車を導入するメリットがあるかっていうとちょっと怪しいですよね。ただし実を言うと一つだけ例外はあります。それはドライバレス運転ですね。 E235系っていうのはドライバレス運転も想定していますが、その一方でドライバレス運転っていうのはバラバラ未知数な感じでいっぱい試験が今後も必要です。その際にもしも実用化試験をしようと思ったら鶴見線は結構いい路線かもしれません。両数や運行距離も長くなく、それでいてそこそこ運行形態は複雑で、ちゃんとドライバレス運転ができるのかっていうのをしっかり試すにはもってこいです。路線が長いとどうしてもやっぱり途中でエラーが起きたら大変ですし、かといってドライバレス運転をしようと思ってもできる限り難しい路線にも導入したですよね。他にも両数が短いということもあって、もしもうっかり失敗した時のリスクも小さめです。そういうことを総合的に踏まえると、もしかしたらドライバレス運転のテストとしてあえて E235系を導入し、そしてドライバレス運転というのは実証していくかもしれませんね。ただその一方でテストの試験は1編成十分とかそういう案もあります。そういうことを総合的に踏まえたら、わざわざここにいっぱい新車を導入する必要があるのか、こういう疑問もありますね。結局のところ E233系、 E235系、 E131系どれもありえそうでありえないって感じで、すごい中途半端な感じです。正直言って続報を待たないと詳細はわかりませんが、皆さんはどれが来ると思いますか？もしよかったらぜひコメントで理由とも含めて書いてくれると嬉しいです。というわけで今回のまとめといきましょう。今回は鶴見線の D5系が早々引退することについて紹介しました。一応これなんか JR 東日本の公式ポスターだったんで、近い将来消えていくのは確実です。ですがその一方で誰がやってくるのか結構読みにくいですね。個人的な候補としては E233系とか E235系とか E131系がありえると思いますが、やっぱりこれ正直どれが来るのかまだ分かりません。すごい結構ブラックホースが来るかもしれませんね。ネットでは短期的に E217系や209系が改造されてくるとかそういう噂もありますが、本当に一体誰が来るのかすごい気になりますね。また詳しい情報が入ったらこのチャンネルでも紹介しますので、もしも興味を持ってくれたらチャンネル登録してくれると嬉しいです。というわけで皆さん、今回話を聞いてどう思いましたか？もしよかったらぜひコメントを書いてくれると嬉しいです。コメントをする際はぜひクリーミーっていう単語を書いてくれると嬉しいです。また面白いと思ったら高評価あったり、もっと鉄道のことを知りたい方はぜひチャンネル登録して私一緒に知っていきましょう。このチャンネルで鉄道に関する新しい情報や未来情報についてもいっぱい発信していきますので、興味があったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。
お化けコーナーでも私の話がありますよ。というわけで今回はこれでお会いしましょう。バイバーイ。おまけとしてサブチャンネルの話をしましょう。なんとサブチャンネルで1個の動画で1000再生を超える動画が誕生しました。投稿したのは2021年3月27日のディブ社が隠蔽していることを隠していることについてのお話ですね。サブチャンネルなので鉄道に関する話ではありません。ちなみにもう1個お話をすると、私なりのクリーミーのチャンネルは再生数が壊滅的に終わっています。なぜかサブチャンネルより再生されません。登録者数3090人のに登録者数80人の私のサブチャンネルに負ける理由、すごい不思議ですね。 YouTube って登録者数が多い方が伸びるっていう噂があるんですが、なぜでしょうか。というわけで今回のおまけは終わり。